運転席の後ろに乗ってたんですけど、まあ運転手が飲酒で、まあ気づいたらベッドの上っていう、ブラーンでる。自分はこんなに苦しんでんのに、なんでお前らそんな平気でってなった時とかは、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は対談動画ということで。セナちゃんと動画を撮っていきたいと思います。お願いします。はい、カメラがここだから見えないんですけど、セナちゃんも車椅子でございます。頸椎の4番でどこ、感覚はじゃあどっからないの？と感覚はここ胸から下ないです。腕は見てたらわかるけど、触られとる感覚はないです。あ、そうなの。でもここはあんの？若干グラデーションなんだね。そうそう。じゃあ早速なんですが、なんでそうなったかっていうのを教えてもらっていいですか？はい、車の事故で、自分は同乗者で、まあ、運転席の後ろに乗ってたんですけど、まあ、運転手が飲酒で、自分はまあ知らんまま乗って、そのまま寝ちゃって朝方だったんで、まあ、気づいたらベッドの上っていうドラマみたいな感じだったんですけど、自分はそうなりました。運転手さんはどうなったの？両手首の打撲だけ。で、他に同乗者もいたんだっけ？は隣に友達が乗ってましたね。友達は？は腰の骨折と、腕の打撲。後ろにいてた人たちの方が怪我が重かったってことだよね。そうです。で、自分がそういう障害を負いましたよって言われたのはいつなの？もう ICU でる時。あ、もう普通の病棟に上がる時。 ICU の時はすぐ帰れるもんだと思ってたから、一般病棟移って急性期の病院に入れる期間がもうちょっとで終わるって頃に先生からまあ話されてっていう。でもその時はまだ実感してなかったから、全然軽損。でもすごいやっぱレベルがあって、まあ、私たちみたいな胸です、でそれ以外は腰ですってなると、体幹効くか効かないかとか、半分効きますとか、まあ、そういうレベルなんだけど、やっぱ軽損ってさ、手の状態とかがまずどれだけ効くかで全然変わってくる。めっちゃ変わるじゃん。だから、あ、じゃあ朝、私にはそうはない。モーニングルーティン。モーニングルーティン教えて。モーニング朝でいいよ。朝起きてからですね。もう朝起きたらまず携帯を見ます。携帯はでもどうやって見てる？アームにつけて、携帯のアームにつけて、あのタッチペンを加工してあるんで、あの加えて、こう首の動き、それ寝ながらやってる？あ、寝ながらやってます、こうやって。あー、アームね。そう、まあ、ヘルパーさんが必ず来てくれるんで、来てもらって、ベッド上で歯磨きして、着替えさせてもらって、リフターで移動して、ご飯ここで食べて。ご飯は自分で食べれる？食べれるんですけど、ものによりますね。米とか麺とかってこと？そう、させるものだったら、自分で食べれるし、そうでないものはもう食会してもらってっていう感じですね。家から出ることがあんまりない？あ、もうないやっぱ家から出るってなったら一人で出れないし、まあ、電動に乗っちゃえば、そうじゃんね。そう、行けるちゃいけるけど、で家で毎日ポコチャ配信をしている。してます。ポコチャライ、ポコチャライバーっていうの？ポコチャバー？ポコチャライバーポコチャライバー。お仕事はポコチャライバー？まあライバーですね。いろんな配信アプリ使ってます。でもメインはポコチャなんでしょ？です。手使えないから、これをお口に加えてタッチペンでクイクイクイって操作してるんだよね。はい、これ出たんですよ。こう入ってた。はい、で夜までずっとそのまんま？そうですね、2、3時間に1回圧抜きを
してもらうんで、うん、座骨の、うん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 、自分でプッシュアップとかできないから、うん、その上圧の時間が間に入って、え、じゃあ平日は一日中ヘルパーさんがいるの？いや、いないです。朝来て、朝来て帰って、うん、昼来て帰って、夕方来て帰って、夜来て帰って、深夜来て帰る。今一人暮らししてるからね、何か起きてしまって、転倒してしまったとかの時はどうしてんの？誰もいない時、緊急連絡先っていうのがあるんで、うん、それで電話をする。ハプニングなかった？今まで。ハプニングは本端末の方が電源勝手に落ちて、うん、あのどんだけ頑張っても使えないって時があって、うん、配信中に、うん、リスナーに求めましたね、一回。あの、たまたまそのリスナーが仲良かった友達 で、うん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 、でその子がたまたまうちのママとつながってたんですよ、うん、だから、ごめんママに DM したって頼んで、うん、サブ端末の方にちゃんとインスタを入れてあるんで、うんうん、そこで親と連絡が取れるように。なるほどね。まあ、じゃあちょっと話は戻るけどさ、だから友達とはもう今全然関わってないわけで、はい、でも恨んでる？もうなんかそういう感情なくなった。うん、だから前まではインスタとかそういうのでストーリーが出てくるから、その子じゃない別の子のストーリーでその友達とかが出てきた時に、自分はこんなに苦しんでんのに、うん、なんでお前らそんな平気でってなってた時とかは、うん、結構恨んだりしたけど、うん、今はもう逆に、うん、あなたたちよりも楽しんでますよっていう方向にチェンジしてるから、今お仕事としてライバーさんですが、はい、稼ぎいくらありますか？今は10とかだけど、うん、本当に本気で、うん、やってた時は、うん、普通に 2,30 はありました。うん、そうなの？はい、毎日配信で？毎日配信して、そう。その時は調子が良かった。怪我した時だから21、うん、私も、あ、今日誕生日誕生日なんですけど、はい、その時はあれ保育士になってた？なってない、まだ専門学校最後。あ、なる時だったんだよね。じゃあ怪我した時に初めお仕事どうしようって思ってた？いや、もう多分これは何もできねえって思って、うん、まあでも賠償金っていうものがあるから それなんぼ入ってきたんだっけ？まあ億単位、まあそうだよね。とりあえず生きていく分には持っているとしたとしても、何もしないっていうのも、うん、まあ多分つまんない中で、なんでライバーさんしようって思ったの？そのたまたま病院で知り合った子が、うん、ライバーをやってると、久々に連絡取った時に、うん、最近ライブ配信してるんだよねって言われて、うんうんうん、なんだそれはと思って聞いたら、うん、時間あったら見に来てよって言われて、うん、でそれがポコチャで教えてもらったのが、うん、で最初はリスナーとしてまあいろいろ見てたんですけど、うん、自分もちょっとやってみようかなっていう、すごいなんか興味本位でやった時におもろいなって思って、でそっから趣味範囲でやってたら、自分が最初に応援してた人に、うん、お前の声は人に勇気与えれるよって言われて、うん、あ、そうなんだと思って、うん、で自分のその車椅子になったことを武器にやっていけたらいいと思うみたいな言われて、あ、じゃあ本格的にやろうかなって思って、まあ、しっかりアカウント作って、そっからガチでやり始めて。仕事の面で成り立ってるっていうのはすごいよね。成り立ってますね。いや、なんかすごいあの嫌な質問かもしれないけどさ、まあ、この体になってるからやりたいこともたくさんあるけど、できないこともたくさんあるから、はい、多分嫌なことは多いと思うけど、でもどう、なんか今でも死にたいって思う？
やんだら思うよ。いや、それは誰でも思うけど、それは誰でも思うよ。私だって思うから。なんかでもそれどうやって復活させてんの？とにかく、うん、自分の好きなものを永遠に見る。だからもうそれ原因から離れる。うんうんうん、なんでそういう闇に行ってしまったかっていう原因から離れて、うんうん、だからもう配信でもしその病んだら一、うん、回配信から離れる。で自分の好きな、まあ、ジャニオタなんで、うんまあ、ジャニーズの YouTube 永遠に見るとか、うん、もうとにかく自分の好きなものを永遠に見るっていうのをする、うんうん、かなり。まあそうね、私もそうよ。もう 寝た方がなんかあっという間に忘れるよね、うん、そう、永遠に寝れます。私はどこでも寝れるんで、じゃあ今後やりたいことありますか？旅行行きたい。どこに行きたい？北海道と沖縄。確かにね。まあそりゃ行けるでしょ。飛行機乗ったことないんですよね。乗れるよ。一回乗ったことない。乗れるから。全然、だって別に一人で行くわけじゃないじゃん。まあ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 確かに、うん、全然乗れる。じゃあその模様は、一番は何に来てもらいたいの？ポコちゃん。ポコちゃんに来た方が喋れますね。でもまあ、うんうん、まあ、YouTube は頑張ろうと思います。だって編集お願いするわけです。あ、自分でやってますよ。あ、キャップカットとかってこと？あ、そうです。めっちゃ時間かかるじゃん。全部自分ですよ。携帯でだけでしょ？あ、携帯だけ。めっちゃ細かいじゃん。はい、携帯だけでやってます。ちょっといい時代ですよ、本当に。そうですよ、本当にいい時代。携帯あれば何でもできます。じゃあまずポコちゃんの S ランクイベント出る、歌作ってもらうですね。皆さんにご協力していただきたいことはお願いです。はい、じゃあそんな感じで、あのリンク貼っておきますんで、ポコちゃんよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、この動画が面白かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。